英語と日本語を使って日本人と友達になろう。新型コロナウイルス感染症の流行が広がる前は、台湾と日本は高校の海外教育旅行の訪問先で、お互いのトップの国でした。また、台湾の小中学校での国際教育に関しては、日本も交流の主な対象国です。台湾教育部国際教育 2.0 という公式ウェブサイトで、訪日教育旅行カリキュラムデザインの様式記載例が明示されました。それによれば、訪日教育旅行を通じて台湾人と日本人の英語の発音の違いに適応できることが学習内容の目標の一つとして挙げられています。さて、ジャパニーズイングリッシュやカタカナ英語とは一体何でしょうか。一緒に考えてみましょう。日本人の英語の発音は主に外来語や和製英語の影響を受けています。外来語とは外国から来た日本語の語彙で、基本的にカタカナで表記することが多いです。日本の国立国語研究所の調査によると、漢語を除いて現在の外来語の約 80% は英語から来たと言われています。したがって多くの場合はカタカナの音から元の英語の語彙を連想できます。例えばケーキはケーキ、バナナはバナナ、マシーンはマシーン、カメラはカメラ、ユーモアはユーモア、エネルギーはエナジーなどの例が挙げられます。しかし、よく見られる外来語の多くは英語からではありません。例えばガーゼ、ワクチン、アレルギー、アルバイト、グミなどはドイツ語から来ました。グルメ、メニュー、クレヨン、ズボン、ピーマンなどはフランス語から来ました。またパン、タバコ、コロッケなどはポルトガル語から来ました。それからコーヒー、ガラス、ビール、ランドセルなどはオランダ語から来ました。また日本語の外来語の中で和製英語が多く含まれています。和製英語は英語の単語を簡略化、再構築したことによって作成されたジャパニーズイングリッシュです。例えばオフィスレディ、キーホルダー、エアコン、パソコン、ノートパソコン、ワイシャツ、ワンピース等、これらの言葉は言語から意味がずれているし、英語の発音をカタカナに置き換えているので不正確な英語になってしまいました。そのため外国の人とコミュニケーションを取るときは通じないことがあります。さらに、日本人または日本語学習者の中で外来語の語源がすべて英語であると誤解している人もいるようです。加えて、英語に自信のない人は英単語を日本語のカタカナ英語で発音してしまうでしょう。こうして外国人の人が理解できないジャパニーズイングリッシュになってしまうのです。それではカタカナ英語での自己紹介を聞いてみましょう。Let me introduce myself. My name is Hanako. I'm from Japan. I live in Sendai. I'm a office lady. I like American dog and hot cake. I dislike piment.I have a cat. Nice to meet you.
表記のカタカナ英語での自己紹介、どれくらい聞き取れましたか？ただし、これらはちょっと大げさにカタカナで発音してみたものです。実際に外国人とコミュニケーションをとるとき、カタカナ英語を使うのでしょうか？それは人によって様々で、みんなが同じだというわけではありません。台湾人が英語や過去を話すときのように、少なからず訛りは出るものです。大切なのはどのように言葉を使ってコミュニケーションの目的を達成するかということではないでしょうか。そうは言っても、日本での生活の中のたくさんの場面で外来語やカタカナ英語を使うときがあります。下の2つの会話を聞いてみましょう。道を聞くシチュエーション。すみません、道を聞いてもいいですか？あ、大丈夫ですよ。どうかされましたか？この辺で外国の食べ物を売っているスーパーはありますか？あ、コストコとかイケアならこの辺にありますよ。本当ですか？何に乗って行けますか？そこのバスターミナルからシャトルバスが出てますよ。ありがとうございます。この辺でリーズナブルなレストランはありますか？そうですね、コストコもイケアもフードコートがありますよ。そこに行けばプリンやヨーグルト、ホットドッグ、サラダなど食べれますよ。わかりました、ありがとうございます。レストランの会話。いらっしゃいませ、何名様ですか？2人なんですが、席空いてますか？大丈夫ですよ。室内テーブル席かテラス席、どちらになさいますか？それじゃあテラス席で。かしこまりました、こちらへどうぞ。すみません、オーダーいいですか？お待たせしました、ご注文お受けたまりいたします。ハンバーグセット1つ、カレーライスセット1つお願いします。それとドリンクバー2つお願いします。セットのスープとパンのどちらになさいますか？どっちもパンでお願いします。かしこまりました、ドリンクバーはレジの隣のコーナーにございます、ご自由にどうぞ。上記の会話は日本でよく見る場面での会話です。日本語での会話は多岐にわたりカタカナ英語が使われます。外来語と知らずに昔から馴染まれている言葉なども多く、英語を学習し始めてから知られるパターンも多々あります。このように日本語に馴染まれたカタカナ英語が存在するため、日本人の多くは英語の発音に苦労することもあります。要するに英語だけでの相互理解には限界があります。ノーベル平和賞受賞者であった故ネルソン・マンデラ氏の名言、相手が理解できる言語で話せば相手の頭に届く、相手の母語で話せば相手の心に響く。今度日本人と交流するときは英語プラスワン、つまり英語と少しの日本語で使ってみてください。台湾と日本の友好の絆をさらに深めることができるでしょう。